まあ、彼は統一教会の会員ではないんですけれども、ちょっと別の新興宗教の信者だったことがあるということで、はい、その辺の話を、はい、聞いていきたいなと思っております。手かざしのとこだったんですよ。朝着いて真光です。終了真光。真光といえば僕たちの世代が手から。手からす。最初のなんか信者をバーンと獲得するときはめちゃくちゃみんな頑張るから、中には強引な人とかいてとか、最初の頃はこう金儲けにバーンと走るところもあったりとか、まあオウムみたいにちょっともうやばいフォームに行っちゃったりとかするところもあるんだけど、まあまあまともだよ。そうですね、はい、そうだね、はい、こういうことね、はい、どうなんですかもう、はい、宗教はこれぐらい。いや、僕はもう嫌ですね、もう出たくない。つまんなくなっちゃった。いや、世界を知って。そうですね、なんか、知ってます。いや、そうですね、なんか、やっぱ周りからも、機械の目で見られるんで、うん、いや、まあ、結局、その心が弱い人って、はい、体が弱かったりとかして、定期的に体が悪くなるから、はい、その時に、なんかほら、地図とかいっぱいつけてる人とかいるじゃん。ありますね。あれもそうだから。あれも、はい、要はたまたまこの地図をもらったら、体がね、弱ってる時、心が弱ってる時、元気になったとか、はい、いうことでつけてるわけです。なるほど。うん、だから心の平静を保つために、心が弱い人たちってそういうの必要なの。はいはいはい。だから、俺的に言うと、はい、やばくないとこだったら、そこまで、うん、怒りさんとか、はい、家を売るとか、はい、までしなくて良いんだったら、入った方が俺はいいと思うのよ。うん、だってみんなが、俺とか別に必要ないけど、はい、必要な人いっぱいいると思うよ。あ、うん、それがだから、じゃあ例えば麻薬に行く人とかもいるし、はい、覚醒剤とかに頼っちゃう人もいるし、はい、タバコに頼る人もいるし、何かに頼ってる人っていうか、何かに依存してる人、アルコールでもいいんだけど、何でもいいんだけど、何かに依存してる人って、何かに依存しないと生きていけないんだよ。頭のこう、もう心のバランスを保てないんだよ。だったら、まあそんなお金かかんない、マイルドな宗教とかにハマるのは、これは悪くはないってこと。うん。それにハマんなかったら、また別のことにハマる。なるほど。うん。覚醒剤とか、はい、キッチンドランカーとかになるより、マシでしょ。まあそうですね、そこで比べるとマシかもしれない、はい、だって、マイルドじゃん、はい、うん、そこまでめちゃくちゃ人に迷惑もかけないです。まあそうですね、はい、じゃない。まあそうですね、もうなんか、はい、どうしても許せないです、マヒカリがとかって思わないです。あ、それは思わないです、はい、でしょ、はい、だから、俺は思うんですけど、なんか最近信仰宗教叩きみたいなのがもうなんかすごいことになってますけど、僕はマイルドな、比較的マイルドなところであれば、まあある程度は心が弱い人たちにとってはそこは心の安住の地になるんであれば、うん、俺は悪いことなじゃないんじゃないかなって思ってます。